私の見え方は右目が見えにくくて左目の視力が 0.06 です。僕は両目どっちとも見えません。私はやっぱ左目は光くらいしか分からなくて、右目は色とか影とかが分かって視力は 0.01 です。はい、じゃあ私からこれは普通のボールより若干見えると思うんですけど、これは遊びの時に転がしたりとか蹴ったりとかするんですけど、これ若干普通のボールなんですけど、これを叩くとこうやって音が鳴るようになったんです。これで転がしたりとかしてもどこにボールが行ったっていうのがよく分かって、これはメロディーボールっていうんですけど、こういうボールを私たちは遊ぶ時には使ってます。以上です。で、外遊び系でよいしょっと、あれあれれれれ、あーったった、鬼ごっこを僕たちするんですけど、鬼か逃げる人かっていうの分かるように、鬼はっていうのをつけてて、マラカスですね、これは。よいしょっと、こう入れて、で、走った時にこう、なんか走った時にシャカ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 って音がするようになってて、逃げる人はこういう風に鈴をつけてます。こんなもんです。これを聞き分けて、鬼はこの音を追いかける、で、逃げる人は鬼の音がしたら逃げるっていう感じです。私は家ではペーパークラフトっていうものをしていて、ペーパークラフトはまあ普通にお店で売ってたり印刷したりして出せるんですけど、それでまあ電車とか、まあ、乗り物系とかをとか建物系を私は多く作っています。で、それでそれを使う時に細かい部品があったり説明書の文字が小さいので、そういう時にもこのルーペというものは活躍して、それで見て大きくしてそうやってやるんだなっていうのを分かってやっています。僕は家では任天堂の 3DS っていうものを使って、リズム天国っていうなんかリズムに合わせてボタンをなんかパン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 って押すゲームなんですけど、そういうゲームとか、まあ、他にもなんかフルボイスの僕ができるゲームがいっぱいあるんですけど、7つの大罪とかあるやつがあるんですけど、そういうゲーム、7つの大罪最近やってないけど、そういうゲームを使って僕は家で遊んでます。音は例えばこれ最近困ったことなんですけど、なんか車で横断歩道を渡る時があるんですけど、でそれで車の音をよく聞いて渡る時があるんですけど、その時になんか近くに川とかが流れとったりとかして、川の雑音が混ざって本当に来てるかっていうのがよく分からなかったりっていうのはあります。じゃあ、はい、私はまあ普段自力通学をしていて、まあ歩道とかがない道とかを通るんですけど、そういう時に車が後ろから来てたら端っこに避けたりしないといけないから、それを聞く時にまあ今だいたい電気自動車とかハイブリッドとかで音が静かなのが増えてるから、逆にそれで聞きにくくて近くに来て飽きたって思ってしまうから、そう考えたら逆に音、そういう車の音がもうちょっと大きかったら、だからそう考えたらガソリン自動車とかの方が音がするから早く避けやすいのかなと思います。はい、あーちょっとあんまり、ね、なんか電柱とかなんか棒柱みたいなのがあるじゃないですか、ああいうところで、あ、ここで曲がるんだなとか、あとここの近くが交差点だなとか、そういうなんか棒とか電柱とか頼りにしてますが、でもその代わりなんか邪魔だなって思う時はなんかいっぱいあるからちょっとでいいなって思う。いっぱいあったらなんか白状も当てづらいし、なんか邪魔だけど、ちょっとだけでいい。
あ、でも僕ね、音はあの音響信号意外とハマっとって、なんかあの、音響信号はやっぱり全部の信号につけてほしいです。か、音響信号なんだけど、なんか朝は鳴らないみたいな、そういうのをやめてほしいなと思って。私実際に横断歩道が朝、私が登校するときは鳴ってないんですよ。だから私はそれで信号、まあ私はまだギリギリ見えるからいいけど、新単眼鏡で。だけど、そういう時に見えない人とかも困りそうだなって思いました。あとなんか、点字ブロックでなんかこう、まっすぐ行って分岐で、あ、曲がるんだなってなって、まっすぐ行ったらまた分岐で左に曲がらなきゃいけんとか、なんかこう、遠回り？遠、こう、キューン、なんかこう、キューンって言って、キューンってなんかこう、あれやめてほしいです。このままキューンって言って、あの、行けたらいいですね。まあ、確かに結構遠回りになるよね、点字ブロックの上通ったら。なんかこう、キューン、くるキューン。でも遠回りより安全の方がいい。うん、まあ、安全が一番いいよね。うん、多分、安全のために多分あれ遠回りになってると思う。